どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、宮崎県宮崎市におりまして、本日はですね、あちらです。見えますかね、シェラトングランデオーシャンリゾートホテルということで、はるばるですね、宮崎県まで、こちらのホテルね、宿泊するためにやってまいりました。ということで本日はですね、こちらに一泊ね、お世話になろうと思っております。今ね、ホテルの入り口の、国道沿いのところまでね、歩いて出てきたんですけども、かなりホテル自体ね、大きいんですね。いや、大きいっていうのはですね、聞いてたんですけども、こんなに大きいと思ってなくてですね、見えますかね、今ちょうど真向かいにいる感じなんですけど、これがホテルなんですけど、めちゃくちゃでかいですねめちゃくちゃでかい。正直こんなに大きいと思ってなかったんで、かなりびっくりですね。まあ、ということでこちらにね、一泊なんですけども、お世話になろうと思っております。でですね、こちらのシェラトングランデオーシャンリゾートはですね、ポイント宿泊すごい安いんですよね。確かカテゴリー4だったと思うんですけども、ちょっと間違ってたらちょっと字幕出しておきますね。一泊ね、今回土日の土曜日に宿泊させていただくわけなんですけども、1泊2万5000ポイントでね、宿泊できるんですよね。かなりお得なのではないでしょうかね。私もね、聞いてはいたんですけども、なかなか来る機会がなくてですね、やっとね、宿泊しに来れたということで、かなりね、楽しみにしております。まだね、昼の1時半ぐらいで、まあ、チェックインがね、3時からということで、ちょっとね、入れるかどうか分かんないんですけども、チェックインね、早速していきたいなというふうに思っております。それですね、行ってみたいと思います。はい、はいはい、はい、それでは無事チェックインすることができましたので、客室ね、入っていきたいと思います。今回ですね、3516っていう客室ですね。はい、では入っていきたいと思います。よいしょ。暗い、暗いですね。もう一個扉がある感じですかね。ではちょっと暗いですけど、こっちに開けましょう。おお、広いですね。わあ、広い、広いですね。このソファースペースいいですね。いや、景色がすごそうですね。景色がすごそう。ちょっと後でね、見ていきたいと思うんですけども、ひとまずですね、カメラ切り替えたいと思います。ちょっと待ってくださいね。それですね、カメラの方切り替えました。どうでしょうか、結構広いんじゃないですかね。どうでしょうか、どうでしょうか。今回ツインルームになりましたね。本来ですね、妻と来るかもって思ってたんですけど、ちょっとね、妻の方が来れなかったんで、まあ、2人でね、予約してたんで、まあしょうがないかなっていう感じですね。ではね、こちらから見ていきたいなと思います。テレビは、三菱製ですね。うん、大きさはこんな感じです。まあそこまですごい大きくないですけども、まあ困りはしないですかね。はい、でここにエコプログラムとかの案内がありますね。朝食メニューと書いてあります。はい、でお水が2つですね、あって、ケトルがあって、おしゃれな時計ですね。あとシェラトンの案内ですかね。で下見ていきましょうか。こちらに冷蔵庫ですね。こちら空です。でこっちは
ティーセットが入ってます。でこっち側に浴衣みたいなのがあるんですね、外出はお控えくださいということで、まあ、客室だけで、ね、利用してくださいっていう感じですね。でこっちは空ですかね。でこちらにLANケーブルですかね、LANケーブルが置いてありますね、はい。でこちらはポストカードが入ってます。でこっちがよいしょ聖書とかですね、非常灯とかも入ってます。こっちは空ですね。じゃあそのままこっち見ていきましょうか。でデスク周りにじゃあライトがついてて、電話とメモ帳ですね。で電源はどっかにあるのかな。電源はこちらですね、はい。こちらにLANケーブルとコンセントついてます。でなんかいろいろできるやつなんですかね。はあ、なんかいろいろ電気が切り替えられるんですね。でそのまま景色見ちゃいましょうか。カーテン開けます。景色はとてもいいということで聞いておりますが、いやーすごいこれはすごいですね。ちょっとカーテン開けて遠目から見ましょうか。こんな感じになってます。めちゃくちゃ綺麗ですねこれね。いやこんな感じです。いやいいですね。ちょっと夜景とかはね楽しめないと思いますけど、昼間めちゃめちゃいいですね。すごい綺麗ですね。で下の方向けるとねゴルフコースとかもついてるんですね、はい。見えますかね。いやすごいですね。こんな感じです。それではですねこっちですね、2人掛けのソファーがあります。結構大きめですね、はい。こちらでもゆっくりできそうですね。でベッド周り見ていきましょうか。こちらにランプがあって、コンセントは反対側ですかね。でこちらにお水が2つ、あ、またお水2つあるんですね。あと除菌シートとかもあります。でこちらに電源ですね、あ、 USB もありますね。 USB とコンセントとあと電話ですね。ベッド周りはそんなもんですかね。反対側にもライトがあってっていう感じです。ではではバスルームの方見ていきましょうかね。どこがバスルーム、ここかな。じゃあバス、あ、やっぱりこちらバスルームですね。部屋になってるんですね完全な。入ります。電気は、ここの電気はどこなんだろう。ここですね。ここに、ここですね、電気は。はい、こんな感じです。この洗面台からベッドルームが見えるようになってるんですね。で、ナショナルのドライヤーとシェラトンのアメニティですね。で、あとこちらにコンセント。こちらがアメニティですね。ボディウォッシュタオルとかシェービング、ヒゲ剃りとかありますね。で、あとシェラトンの石鹸がついてます。で、こっちにガラスですかね。コップがついてて、タオル類は全部これですかね。はい。こちらにバスタオルとあるっていう感じですね。で、お風呂場です。こちらはバスタブですね。まあまあのサイズですかね。はい。でアメニティはここにはなしということで、入り口に全部置いてある感じですね。でこっち側にねシャワールームがね別にある感じですね。これは本当にありがたいですね。こんな感じで、まあ、シャワー1本だけですね。上からみたいなのはないです。こんな感じですね、うん。洗い場があるのはやっぱりいいですね。ありがたいです。床がびしゃびしゃにならないんでね。それではあとはクローゼットがあるのかな。あとお手洗いですかね。お、自動で電気がつく。これは金庫ですかね。初めて見るタイプの金庫ですね、うん。で上にビニール袋があって、あとこちらにファブリーズ的なのがありますね。で、お、反対に開けた方がいいのかな。で反対側にはスリッパと室内用なんですかね、
このスリッパ室内と温泉時にご利用いただけますということで、両方ともね使っていいみたいですね。うん、お電気が消えちゃった。はい、でこっちに綺麗にするやつですかね。うん、で上の方にね替えの毛布ですかね。これは寒かったら使ってくださいみたいな、そんな感じなんですかね。これは初めて見ましたね。うん、枕とかはね結構ありますけど、毛布が置いてあるっていうのは結構レアな気がしますね。でこちらがお手洗いですね。電気かな、こんな感じになってます。あ、洗い場がついてるんですね、こんな感じで。うん、これはいいですね。まああとはお手洗いはまあ普通ですね、こんな感じになってます。でですね、今回のプラチナステータスの特典としてはですね、まずこちらですね、クラブラウンジがね利用することができて、あとオーシャンクラブっていうのもね利用することができるみたいですね。まあプールとかですね、お子様連れの方とかいいですよね。あと温泉もね無料で利用することができるみたいなんで、そちらもね利用される方、私もね後で行ってみたいなと思うんですけども、あとね、マリオットモモにねプラチナステータスということで、レストランとかのね 20% オフがいただけると。でこちら使うときはねこれは持っていく感じですかね。あとねプラチナステータスとしてはですね、レイトチェックアウト、明日ね一応16時までということで、まあ私ね16時までね多分飛行機の関係でいられないと思うんですけども、一応16時までね使いますっていう案内でした。あと、ウェルカムギフトね1000ポイントいただけるっていった形になります。それではですね、こちらに一泊ねお世話になろうと思っております。今回の客室はですね、クラブデラックスのツインルームのオーシャンビュールームということで、1、2段階をねアップグレードしていただいているのではないのかなというふうに思います。いやありがたいですね。ちょっとね後でアップグレードねどのぐらいなってたのか確認ねしておきたいなというふうに思います。まあこちらね1泊2万5000ポイントで今回宿泊させていただいてるわけなんですけども、すごいお得ですよね。ちょっと2万5000ポイントって聞いててですね、カテゴリーはね結構低かったんで、まあどんな感じなのかなっていうふうに思ってたんですけども、結構ね評判がいいんですよねこちら。ということで結構楽しみにしたんですけど、この景色もねすごいですよね。ということでこちらにね一泊お世話になりたいなというふうに思っております。それですね、今ねまだ2時ということで、今回ねアーリーチェックインね少しさせていただけました。いやかなりありがたいですよね。で今ね2時ということで、今ラウンジの方はですねティータイムということで、さっきねちらっと見たんですけども、ラウンジねティータイム行われておりますので、後でね軽く見ていきたいなというふうに思っております。ここのねラウンジも結構ねいいっていう話を聞いておりますので、楽しみにねしていきたいなというふうに思っております。それではねラウンジの方行っていきたいと思います。それではね客室の方に戻ってまいりました。ティータイムね結構良かったですね。いくつかねケーキが楽しめるっていった形になっておりまして、ソフトドリンク等々もねありますので、この時間でね午後のひとときみたいな感じでね過ごすのもいいのではないのかなというふうに思いました。でですね、こちらの客室なんですけども、私ねクラブデラックスツインってね言ったと思うんですけども、こちらはですねデラックスツインということで、一応アップグレードはね3段階ねしていただいているみたいなんですけども、クラブデラックスじゃないみたいなので、すいません、先ほどね私クラブデラックスって言ってしまったと思うんですけども、どうやら私がね聞き間違えてしまったみたいですね。ちょっとホテルの方にね確認させていただいたんですよね。今ですね3時過ぎぐらいになっておりまして、ラウンジのねカクテルタイムが5時からっていう風になりますんで、そのぐらいの時にですねラウンジの方にねまた行きたいという風に思います。私はですねしばらくね仕事しつつ休みつつね作業していきたいなというふうに思います。
それはですね、5時になりましたので、クラブランチをね、カクテルタイム行きたいというふうに思います。でですね、カクテルタイムに関しては特にね、2部制にはなってるんですけども、時間帯はね、あの好きな時間にね来てくださいということですので、今ねちょうど5時15分ということですので、カクテルタイムね、どんな感じなのか、見ていきたいなというふうに思います。それでは行ってきます。それはですね、カクテルタイムから戻ってきました。ラウンジはですね、私が行った17時過ぎぐらいにはですね、かなり混雑していて、座る場所もねないぐらいだったんですけども、まあ回転はね結構早いみたいで、私もねちょっと入って、ちょっとねロビーの方を見に行ったりしてたんですけども、でまた戻ったらですね、席ね結構空いてるっていった形になりますんで、カクテルタイムが始まるねすぐに行くとちょっとね混雑してるかなというふうに思うんですけども、まあその後に行けばですね、空席もね結構あるかなっていうふうに思います。私もねその後行ってから結構ね空席もね目立つぐらいずっと空いておりましたので、ちょっとねタイミング見て行っていただければ普通にね利用できるんではないのかなっていうふうに思います。でですね、食事に関してはですね、そんなにねあのお腹にたまるようなね、食事っていうよりかはまあおつまみ程度の感じなんですけども、料理はね本当に美味しいですね。私ねそんなに食べない方なんですけども、今回ですねちょっとねおかわりとかもねさせていただいちゃいました。本当にね美味しかったですね。ぜひねラウンジの食事ね一通りね試していただきたいなというふうに思います。でですね、これからですねこのホテルには温泉があるということですので、温泉の方に行きたいというふうに思います。それですね、温泉の方行ってきます。それですね、温泉の方から帰ってきました。いやー温泉いいですね。お風呂自体もですねかなり大きいのと、露天風呂まであるんですよね。これはねちょっとびっくりだったんですけど、かなり良かったですね。ちょっとね今こんなね世の中の状況でサウナの方はですねやってないんですけども、それでもですねかなり良かったですね。で温泉はですね2種類あるっていう風になっておりますんで、まああの行けばね、あの2つあるのはね分かるかなっていうふうに思うんですけども、大きいところと小さいところがねあるっていった形になりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。一応ですね貸し切り温泉みたいなのもですねあるっていった形になりますんで、90分5000円って言ってましたがね、一応ねありますので、まあご家族とかでですね一緒に利用されたいって方はですね、まあちょっと高いですけどもね、いいのかなというふうに思います。お風呂もねとても大きかったのもそうなんですけども、お風呂上がった後にですね休憩できるね場所なんかもあるっていった形になりますんで、まあそこでねゆっくりしてからね客室戻るっていうのもですねいいのではないのかなというふうに思います。私はですねお風呂に入ってちょっとねラウンジでジュースだけねいただいて、帰ってきたっていった形になります。でですね今ね夜の9時ぐらいっていう風になりますんで、しばらくね仕事をしつつ、この動画ね撮っているのは土曜日っていう風になりますんで、週末のね生放送に臨みたいという風に思います。それではですねこれから生放送をしてですね、本日の方は休みたいという風に思います。ラウンジの方はですね一応カクテルタイムが8時で終わって、その後ねバータイムということで9時までね営業しているんですけども、まあちょっと見た感じだとですねそこまでね、物は出てなかったですね。バータイムということでチーズと、ポテトチップスとナッツぐらいはねあったんですけども、まあお酒はねこの時間もあるんですけども、食べ物はですねまあそれぐらいしかねないっていった形になります。それはですね今日のところはこんな感じでね休みたいと思います。それではまた明日です。おはようございます。今ね5時40分ぐらいで、これからですね朝食の方ね行きたいというふうに思います。でシャラトングランデオーシャンリゾートの、朝食はですねラウンジの方が6時半から
やっておりまして、パインテラスっていうのはですね、1階にレストランあるんですけども、こちらでも6時からですね朝食いただけるということで、今回ですねパインテラスの方でいただきたいなというふうに思います。ちょっとねラウンジも中ね見れたらちょっと見たいなというふうに思ってるんですけども、まあとりあえずね6時からパインテラスで朝食ねやってるということですんで、これからね行きたいというふうに思います。それではですね、客室の方に戻ってきました。私はですね、一応両方ともね、見てきたんですけども、実際にね、利用したのは1階にあるね、パインテラスっていう、レストランの方でね、いただきました。こちらすごいですね、種類もね、すごいたくさんあって、でかなりね楽しめるのではないのかなというふうに思います。でレストラン時代はね朝6時から営業してまして、私結構早めに行ったんですけども、まあそれでもですね結構お客さんいらっしゃいました。まあいらっしゃいましたけど、まあレストラン大きいんでね、そこまで混雑してる感じはなかったですね。でですねラウンジの方もね見てきたんですけども、メニューがね結構ね少ないっていった形になりますんで、個人的にはですね1階のねパインレストランの方がいいのではないのかなっていうふうに思います。まあねラウンジは36階だったかな、ありますので、景色がねかなりいいので、まあ景色を楽しみたい方はですねラウンジの方でね朝食いいかなというふうに思うわけなんですけども、料理ねいろいろ選びたいっていう方に関してはですね1階のパインテラスがねおすすめっていった形になります。1階のねパインテラスはかなりね食事充実してましたんでびっくりしましたね。こんなに大きいところで種類もねすごいたくさんありましたんで、まあ何日かねいらっしゃっても、飽きないのではないのかなというふうに思いました。でですね今ね朝の7時半ぐらいになっておりまして、本日はですねレートチェックアウトね16時までいただいてるわけなんですけども、飛行機のね時間がありますので、だいたい12時から1時ぐらいにはねチェックアウトしていきたいなというふうに思っております。でしばらくね時間ありますので、ちょっと仕事しつつですねこの景色をね楽しみたいなというふうに思っております。それでは12時過ぎになりましたのでチェックアウトねしていきたいなというふうに思います。いやこちらのホテルね良かったですね。建物自体はすごい新しいわけではないので、ちょっとね古びた感じはねちょっと感じられる部分はね正直あるんですけども、ラウンジもねとてもいいですし、ティータイムもね結構充実してますし、カクテルタイムもねとても食事がね美味しかったんで大満足のね滞在という風になりました。景色もねとてもね素敵でね、ラウンジからもねこの海の景色がね見れますんで、景色楽しみたい方はね結構いいんじゃないかなという風に思います。でですね今回ね私はマリオットボンボイポイント2万5千ポイントをね使って、宿泊ねさせていただいてるんですけども、ちょっとね必要ポイントね少なすぎるんじゃないかなって思うぐらいですね。今年のねカテゴリー変更でね私変更になるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあならなかったということで、まあ2万5000ポイントでね宿泊できるっていうのはかなりねお得なのではないのかなというふうに思っております。でですね今回マリオットボンボイのプラチナステータスの特典としてはですね、まずクラブラウンジがね利用することができて、アーリーチェックインもね私は2時間ぐらい早くねチェックインさせていただきました。あとねレイトチェックアウトも一応ね4時まで利用できますよっていう話だったんですけども、ちょっとね飛行機の時間がありますんで早めにね帰らせていただくっていう感じですね。またねクラブラウンジも利用することができますし、朝食もね、1階のパインテラスだったかな、そちらとラウンジね選ぶことができるっていった形になっておりますんで、プラチナステータスもですね十分ね利用することができるのではないのかなというふうに思います。でせっかくなんで、ね、最後ね海の方ね撮りたいと思います。いやどうですかね、かなり綺麗じゃないですかね。今ちょうど昼間なんでね結構遠くまでね見渡せる感じでかなり素敵ですよね。この眺めもね一緒に楽しめちゃうっていう感じですからね、おすすめですね。
すみません、あと1点で言い忘れましたね、今回プラチナステータスの特典として客室のアップグレードねいただいておりました、本来はねハリウッドツインルームっていうところをね一番、下の部屋だと思うんですけど、そちらのねポイントを予約しまして、こちらのねデラックスツインルームオーシャンビュールームにねアップグレードしていただいたっていった形になります。確認したところ3段階ぐらいねアップグレードしていただいておりますんで、いやかなりねありがたいですよね。それはですね、私はこのままねチェックアウトしてバスでね宮崎空港にね向かいたいなというふうに思います。それではですね、今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。